信州戸隠池森そば赤坂店オープン。今回はお客様来ています。はい、命バランス悪。さあ本日のお客様、ゴルゴ松本さん、イエーイ。顔が命そして全身で命よろしくお願いします。いい顔がいい。それ初めて見た。もうちょっとやってますよ。初めて見た。もうね、体がついていかないので顔だけでね、うん、省略するっていう、ね。なるほど。いや、五月人形じゃねえんだから、ね。ゴルゴさんは、なんでゴルゴさんってなると思うんだけど、はい、あのね、ゴルフ仲間なんっすよ、ケンさん。もうね、はい、ゴルフフレンズです。もうゴルフ、俺のゴルフ愛をいつも聞いてくれて、で、この前なんかもう、俺どうしても最後このツアー前に、もうリハ入るからできないじゃん。はい、この日しかないっていうところに無理やり誘って、しかも雨だったので、割といつもあのゴルフの雨の時って、まあ他のメンバーでやる時に、あ、他のメンバー仕切ってる時は、え、明日雨だったらやめようぜって絶対になるんだけど、いや雨っ てね、疲れるじゃない。雨は予報だったのに、ゴルフさん多分そーっと池森やれてんだよなあいつと思ってくれたのか、来てくれた。雨だし、雨の2ホール目から雨だ。バーッずっと3ホール目からずっと最後まで。いや、でもね、調子良かったんですよ。79、あの時も79。もうゴルフフレンズになってから、ほぼ月1ぐらいのペースでやってますよ ね、はい、できる時はやってますから、いや、そのぐらいね。だから仕事で一緒になって今日の日があるわけじゃないわけよ。あ、仕事では今日が始まるんですよ。そうそう、はい、まあ本題に戻りましょうか、はい、でゴルゴさん、まあゴルゴさんっていうと、もう激辛、まあもちろんほら、ね、命もあるけど、はい、もう激辛のさ、あのあれだよ、あ、もうアルマゲドン以上だよ、山毛。言っとくけど、あのエアロスミス。エアロスミス。もうエアロスミス、アルマゲドンのヒットじゃなくて、はい、もうはっきり言って、あれ、ゴルゴさん登場する時の、ドーナナクローズマン、あれ、もう絶対、もう絶対、あれでリンクしますよ、はい。エアロスミス知らない子供たちが、俺の曲だと思ってますよ。欲しいけどね、あの曲。いいね。俺が歌いたいけど。あれはでもね、あれでも最高でしたね。はい、あのエアロスミスを使うっていう。最高ですね、そのスタッフのね。なるほど。この地球を救うんだみたいなね。そんな感じで激辛やってますよね。はい、まあ、そんなゴルゴさんが、はい、そうなんですよ。これ、はい、いいですか、ちょっと。こちら、まあ、監修させていただいたんですけども、サバ缶。あの美味しいサバ缶にその激辛をどこまで高められるかっていう、いいバランスの、これ以上辛くなったら殴るぞっていうぐらい。でもこれ以上辛いの散々食べてきた。いや、食べてきてますけど、これはやっぱ世の中の皆さんがその、まあ、夏場からね、そのご飯のお供だったりお酒のお供にね、ちょうどいいバランスで作り上げたものなんですよ。これが7月でしたっけ、発売は、一般発売は全国で一般発売されるのは7月の後半になる予定でございます、はい、これめっちゃうまいです。でこれが出るってゴルフさん聞いてたんで、はいはい、いやこれ出たら俺そば作るから、この、これサバ、激辛サバ缶を使ってつゆそばね、もちろん、美味しいの作りますっつって発売になったっていうから、この前ゴルフさんちゃんと一回テストで一回作りました。作った、めっちゃうまいです。あのいろんな種類のお蕎麦を作ってるのは分かります、この間もスッキリ見てね、もう美味しい蕎麦を作ってたじゃないですか、はい、だけどこの激辛で蕎麦がどうやって作れるのか、これギリギリですからね、うまさと辛さのハーモニーとしたらもう最高級なんですけども、なるほど、それを池森の、蕎麦愛のハーモニーをさらに足して、このまま見てよ、これがね、歌い方を教わったんですよ。はい、引くね、引く、引きながら、ね、息を出すんだって引くんだっていうので、ゴルフ場、ゴルフやりながら教わったんですよ。そしたら、あ、それそれって言ったんで家帰って歌ったんですよ、神さんの前で。うわー、気持ち悪いって。素人が歌うと気持ち悪いみたいです。いや、まあ、面白すぎだろ、やべえ。どんだけゴルフが面白いか分かるでしょ、ゴルフが回ってると。練習するとそのまま流れてる。いやー、面白い。じゃあ早速、これを使って料理、これつけてもらってもいいですか、はい、料理開始。開始。さあ、ゴルフさん、はい、ゴルフさんの激辛サバ缶を使って、池森が激辛サバ缶つけそば、
つけそば。これから作ります。で、ゴルフもちょっとお手伝い、はい、まあ、今仕込むんで、はい、仕込む間はあのなんか歌ってるやん。弾く、ブラキー気持ち悪いって言われちゃう。いい気は弾くで、弾くね、弾くで、弾くといいらしいですよ。バラードは特に、はい、バラードで、はい、前に出したらダメです、はい、で、あの、はい、ゴルフさんに何やってもらいたいかっていうと、まあ、今仕込みます、はい、で、今日乾麺を、はい、使う池森ブランドの、はい、28の極み、極みで、これをね、これで茹でてもらって、あ、わかりました。で、茹でてもらって、はい、色々締め方も、はい、ちょっといろいろリクエストしますんで、完全店用なんで、まあそれはもうちょっとだからもう火入れといて、あの、私そばを茹でて締めたことないんですよ、一度も。あら、カメさんが全部やってくれますね。なるほどなるほど、はい、じゃあ今日勉強になります。そうですか、はい。え、これ普段料理は、あ、たまにやります。あの、普段の、うん、料理だったらカレーは私が作ります、うんうんうん、喜んでくれますから、うんうん、それと卵焼き、卵焼き、この2種類だけは喜びます。マジっすか、はい。え、じゃあゴルフさんの飲みシリーズあるじゃないですか、はい、あのつまみは、はい、あれいつも奥様が、そう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 、かみさんがパッと作ってくれて、なるほど。かみさんいない時は、うん、エビのカッパ、カッパエビさん。間違いない、間違いないんですよ、うん、世界一ですよ。なるほど、はい。で、使う材料は、まあ、今回あのまだ発売までは皆さんこれ、はい、じゃん、ゴルフさんのあのついてないサンプルは、はい、もちろんこれサーバー缶使います、はい、からの、まあ、ニラ、ニラ、ここにも、ごめん、ほら、ここにもいるんだっけ、おお、ね、上にもあるのね、はい、ニラ、ね、ニラで、玉ねぎ、はい、玉ねぎ、玉ねぎ、これ見たら、こっちだ、こっち、あー、玉ねぎ、はい、玉ねぎ、うん、なんかね、玉ねぎってね、はい、とにサバ缶と、うん、玉ねぎの、その、詳しく説明できないんだけど、うん、まあ、山根は後であのテロップ載せると思うけど、はい、栄養素が半端ないんだって、うん、あの、サバ缶に玉ねぎ入れることによって、うん、めちゃめちゃいろんな、なんか栄養素がね、増すんですって、あ、そうなの、うん、それで今日は玉ねぎ使って、まあ、ネギはこれはまああの、はい、最後の薬味、薬味に使うんで、はい、ニンニクがあると、ニンニク、まあ、これはね、あの、ちょっと池森システムで、池森システム、池森システムで、あと、鷹の爪、鷹、うん、の爪どうした、山根、鷹の爪、ちょっと待って、さらに辛くすんの、うん、っていうかね、あの、辛くするっていうよりも、うん、結局つゆなんでこれ、うん、薄くなります。です、あ、水も出すので、そうかそうか、麺つゆす、あの、そばつゆにするんで、うん、辛さはね、半減しました。一回作りましたんで、さすがですね、ちゃんと。じゃあちょっとあの、うん、仕込み、これ、はい、すいません、やりましょう、仕込みするんで、はい、ちょその間、まあ、A ちゃんのモノマネとか、はい、一つ、すいません、いいんですか、はい、そば、そば茹でるんじゃない、まだいいのね、まあ、沸騰してからね、はい、こっちはね、はい、はい、それは前包丁ですか、これね、あのね、本当の刃物屋さん、五郎さん、大阪にある、はいはい、なんだっけ、浅田青木刃物製作、あ、そこがね、作ってくれた、ちょっとネーミング入りじゃないですか、やばいですよ、ディーン S.池森、これね、またこれね、本当にね、あ、つかないやつだ、つかないっていうかね、切れ味がね、もうびっくり、これこれちょっとニンニク1個ピュッピュッてやってみて、ピュッて、びっくりするから、いきますよ、1個ですよ、スッと、いいですか、いい、やってみてください、何これ、すごいでしょ、すごいでしょ、これ何、あ、やっぱこれ、やっぱ日本ってすごいね、すごいの、もう多分もともと日本刀の鍛冶職人の人が、うん、ね、うん、配当例になってからね、そういう包丁を作るようになって、あ、その身に入る、この入り方がびっくりしたでしょ、もう、いや、すごい、何これっていう、これ使ってから、うん、さらにあの料理するそのモチベーションがね、うんうん、めっちゃ上がります、これやっぱ包丁の切れ味って料理には本当に必要ですからね、あの包丁が切れないとね、痛いっていうらしいですよ、具材が、具材がですよ、しゅうちゃん、こっち向いて今のもう一回話した、具材が、包丁が切れないとどうなの、いや、具材が痛い、痛いってよく言います、まあ、絶対そうですよ、うん、たまにこんにゃくをね、手でちぎる料理あるじゃないですか、はい、あれ痛いっつってんでしょうね、やめろ、やめろ、味がしみると思うんだけど、やめろ、スパッとサロンやってくれね、絶対そうなんですよ、俺ね、なんかあると思うんですよ、日本人のその日本刀を使ってた民族の、そうだね、そうだね、あ、確かにござん、そうかも、だからすごい切れる刀だと相手が苦しまなかったんじゃないかなと思う、うん、なるほど、うん、だから切腹の文化もあったじゃないですか、あれもさほど何、えっていう間に
うん、そうだ、止まってた可能性はあるよ。確かにそう考えると愛を感じますね。うん、愛だね、やっぱり愛だね。ゴルゴさんの命と授業ってすげえ好きなの俺。ありがとうございます。 TikTok バズりまくってっからね。あれ本当にもうこのギャップがいいでしょ。こんな面白いこといつも言ってるのに、命の授業、あ、漢字の命の漢字、命の漢字、あれ命の授業ですか、その漢字、命の授業、まあ命のギャップやおじさんの授業だから、うん、略して命の授業にはなってるけど、まあまあ、あんだけさ漢字まずそもそも知ってるのはすごくない？ねえ、いやいや、そばのことを知ってる方がすごい。いやいやえ、ディーンであれだけねヒットし売れてた人がなぜそばのここまで世界一、今、いや地球一愛してるんですよ。で、まあニンニクもまあ大体こんな感じで、はい、で、うん、種ごと、はい、鷹の爪を、ね、はい、これ種が辛いんで、そう激辛でもね、種がやっぱ最後辛いんですよ。ただあ山毛やべえ、これ種めっちゃ多めっちゃ多いって、めっちゃ多いっていうことはちょっと辛さが増しますね。増しますかも。ニラを、ニラをまあ3、4センチですね。そのそばと一緒に、はい、こう戻ってくる感じがいいと思うんで、あ、こんぐらいですね、はい、こんぐらいの感じで、あ、いいですね、ニラ、うん、私大好きです。あ、マジっすか、はい、このね、もう、もう先っちょがすごいの、いや、すごい、本当にこれもう今までだとこんなにならないですよ。グッてやんないと、もうちゃんとそのもう 秒でもう芯をきれいにもうピラミッド型に切って、めっちゃきれいにいくっすよ、うん、だってもう音が違いますもんね。もう全然こう、もう喜んでますよね。この切れ味はね、しゅうちゃんのお宮で池森さん、はい、うん、森っていう字あるじゃないですか。あ、まあ、授業始まったよ。聞いた一つで分かるじゃないですか、あれ象形文字だ。で二つ並んだら林で、林よりもっと木がたくさんあるのが森じゃないですか、うん、じゃあ森にさらに木がある字ないんですけども、はい、問題です。森にさらに木をダーッと並べていくとなんて読むんでしょうか。誰が伝えの場所、はい、誰でもいいです。お、俺全然聞いてないとごめん、やめん、いや集中、全集中、やめんそば集中、もうみんなちゃんと五郎さん授業やってくれてるから、ね、ちょっとみんな答えて、答えはジャングル。おお、ジャンゴ、ジャンゴ、そう、森も先生が問題出したのって、はい、森より多いのは何だって言ったらジャングルだって言った。やっぱそういうね、発想が大事なんですよ。なるほど、うん、はい、え、なんであんな風になったんですか、そもそも。あ、漢字はね、漢字のもともと自分って何者なんだっていうところから始まってるんですよ。あの、まあ、夢叶えて芸能界で来るようになって、ね、結婚もして、はい、いい生活してる時に、いや、このまま40代突入するし50代もいずれやってくるなって思った時に、あ、人間としてレベル低いなと思ったんです。これ勉強しない、もう世間を知らないし、日本人とかこの人間っていうものを知らなすぎるので、うん、日本人を勉強しようと思って、うん、日本の歴史から勉強し始めてたんです、はいはい、で学校で習った歴史とは違う裏側の負けた、うん、戦で負けた人たち、うんうんうん、でも逃げ延びて命をつなげてきた人たちの書物なんかも結構出てるので、うんうんうん、そういうのも要は勝者じゃなくて敗者と両方を勉強して、うんうん、自分の中に今後未来に生かせるものはないかっていうのを勉強し始めた時に、うんうん、あれ、こうやって日本語普通に喋って当たり前のように喋ってるけど、うん、外国人が日本に留学してきて、うんうん、タレントなんかにもいっぱいいるじゃないですか、うん、日本語ペラペラで、うんうんうん、こういう人たちの方が日本のことを理解してるなと思って、うん、ちょっとなんだろうと、うん、猛勉強しながら、うん、日本語ってこの地球で日本人しか喋ってない、え、漢字は中国でも使ってるけど、うんうん、日本語を当てはめられてる、なんだこれ、うん、っていうので、うん、ぐわーって勉強したら、うわ、全部意味があると、全部意味がある、これ記号なんだな、うん、絵なんだなと思い始めた。なるほど、だから漢字として捉えてないんですよ、うん、絵として捉えてるので、それで絵を見せて相手が分かるように伝えてきたのが文字なんですよ、うんうん、なるほど、いい話でしょ、はい、お願いしますこの極み奇変です、うん、これはまあ屋根の極みっていうところなんですね。家を建てるのにやっぱ屋根は大切なので、
神社でもお寺でもね、普通の家でもそうなんですけど、屋根の一番上の極みっていう場所があるんです。そこから来てるんです。上と下に線があって、これ貫く。貫かないと極みまでいかない。だから積極的っていう言葉は、極めるために積み重ねるが積極。その積み重ねないことを消極っていう。うん、だから何でも積極的に。なるほど。失敗でもいいからやり続けることが大事です。すげえ、なんか鳥肌立ちますね。鳥肌5万円ですさあ今ここに今あのゴルゴさんのりなちゃんの授業中に、はい、まあ、よくイタリアであるアーリオーリオ、はい、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪大好きで、これでまず玉ねぎを、そうか、炒めます。アリオオリオの食材ですよね。そうです、そうです、そうです。で、オリーブオイルだよ。はいはい。そばなのにって、もうこの後全然想像つかないでしょ、これさん。つかないですか。多分ね、もう普通にあれじゃないですか、ボウルにそば入れてアリオオリオですってまんまかよっつって手際がいいですね、うん、昨日今日やったには見えないでしょ、これ。見えない。やっぱりね、ずーっとやり続けてますもんやっぱしゅうちゃんの YouTube 見てくださってる人もたくさんいるじゃないですか。やっぱね、手際がいい。喋りながらもバーンってやってるって。やっぱね、歌歌いながらやっぱダンスするじゃないですか、はい、やっぱダンスがかっこいいですもん。あ、みんな言ってるよね、知ってるよね、ゴルフさんめっちゃ社交ダンス上手いの。社交ダンスはもう売りなりでやってました、うん、もうちょっとね、社交ダンスは普通のダンスとまた違うんですけど、でも体の骨だとか筋肉とかをちゃんと使ってるんですよね、昔からね。だから左足を出すときもこの胸の下のあばらから出すんですね。これめっちゃうまいでしょ、これめっちゃうまいでしょ、これ本当のやつだからね。そうそう、ここから出すの。ここから足が出てると思ってこう、だから足が遅れて出てる、その前にくっ。だからちょっと腰を振るにも、腰を振るんじゃなくて ここから動かすと。だからあのほら、ダイヤモンドボビーがさ、社交ダンスで出たじゃん、ボビーバレンタイン監督、はいはいはい、ロッテのやつやった時にボビーが学生時代にチャンピオン乗ってるんですよ。 それであれ踊って、だから上手かった、うん、であの手のラテンのやつやった時に、これ次出てください、お願いします、ダンサーでラテンの曲の時、はい、ラテンしか踊れないんですけど、いや確かにボビー監督のも見ましたけど、うん、そうなんだよね、はい、そう、ビーンでやってたんだもんね。 あのやっぱいいですよ、あの雰囲気。でもボビーのすごいところって、やっぱアメリカ人のエンターテインメントのすごさを知ったんですけど、うん、まあもちろんノリノリで PV は出る、うん、試合もシーズン始まってもファンを喜ばしたいっつって、うん、踊るんですよ、球場で本人が。素晴らしいな。そういうところはもう本当に学んだな、やめんな、はい、このビッグボスに来るとか。いや、ビッグボスも多分そこから学んだんじゃないですか、うん、いやでもそもそもロッテのボビーが来てこんなエンターテイメントになったの、うん、絶対ボビーがやったことで、うん、最初、うん、やっぱその、うん、よく言うね、新しい血を入れるっていう、うん、やっぱ文化の違う人たちを入れることによって、日本人はの知らなかった領域をプラスアルファでね、よくできますからね、うん、ちょっと玉ねぎが色ついてるから、ここでニラ、はい、ニラです。ニラいきました。ニラのちゃんとね、茎の方、芯の方も入ってますから。え、ちょっと待って、これでつゆ作る、うん、で、サバ激辛サバ味噌缶。そうなんですね、サバ缶はね、味噌缶なんですよ。サバ味噌、サバ味噌なんですよ。もう最高、うん、もうニラなんかもすぐ火が入っちゃうんで、うんうん、でこれちょっといっぺん火を止めといて、ここでじゃん、主役ゴルゴさんの激辛、はい、飛ばさないでくださいよ、目に入ったら大変なんで確かに、やっぱり赤いね。じゃあ見てください。ただね、これうまみだから、うまみ、うまみ、サバのうまみは全部入ってますね。しかもね、これサバがうまい、びっくりした。あ、よかったっす、うん、よかったっす。これをちゃんとあのね、皆さんこれつゆがうまいんで、全部ちゃんと綺麗に取ってください。日水さん、日水さん、これ多分しゅうちゃんが売れますよ、これ。リーのしゅうちゃんがうまいっす、うん、
いやこれめっちゃ本当にめっちゃいいすごい新しい。だってなかったもん。こんだけ、こんだけサバが流行ってんのに。そこなのよ、しゅうちゃん。なかったんですよ。なかったの。このギリギリを攻めたね、うん、サバ缶ってなかったんですよ。うん、本当に。でここでまた火を入れて、これをですね。ああ、潰すのね、ある程度。ちょっとシーチキン風に。あんまりじゃないですけど。うん、まあ、こんぐらいこう、食感残るぐらい。はい。いやいやいや、これもうご飯に乗っけて食べたいね。うんうん、これ本当に美味しかった。びっくりした、これさ。よかった。うん、いいえ。うわー、もうすごい。うん、美味しそう。もうこれでおかずになる。うんうんうん、で、味噌も、味噌を入れるんですけど。はい。あの、なるほどね。焼きたいんですよ、味噌も。ちょっと、焼くっていうことは焦がし味噌ってことですか？風味が。あれ、これ、山根、新品だけでいいのこれ。新品です、新品。あ、新品。はい。2人前大さじ1なんで、これ2いきます。味噌。あー、味噌大さじ2。いい香りです。味噌2。味噌にいきます。まあ人によってはもう好みで足したり引いたり。そうそうそうですね。まあ一応こう池盛りレシピということで、はい、はい、これしっかりね、これ炒めるっす。炒めるっす。これするともううまみがね凝縮する。はい、どうですか、どうでしょうシェフ。いやもう香り変えてください。ちょっとしゅんちゃん、今のないよね、わざとだよね。一番煙がわって出るところで。わかるよ、こういうところ。いやもう、拾い方がさ、プロでしょ、ね、もう。もういや、ここもうテカっちゃったよ。ここがうまいっていう。よし、完璧。完璧。完璧。で、ここで、300なんで、山根、300に、600、600。斜めにしてもちゃんと測れるようになってる。そう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 。これすごいね。これね、お客様から言いたいです。マジ、はい、あ、これうちにも欲しい。すいません、じゃあ麺お願いします。はい、わかりました。豆乳、そば豆乳、そば豆乳。これ普通に入れればいいんですか。普通に一個ずつ、はい。以上4人前。はい、ドサッと、はい。お、いいっす、いいっす、いいっす、はい、いいっす、いいっす、それ見てますよ、しゅうちゃんのチャンネルは。え、でもなんか足りるかな。いいね、いいですよ。いいっすか。はい、でこれであのぐーっとお湯の中まで入れてください。はい、で全部使ったら、はい、スタートお願いします。 OK です、わかりました。はい、全部使ったらこれをね、強引にやっちゃいけないんですよ。ゴルフも強引はダメなんですよ。今回全部ゴルフで立てるからね。本当に。そうそう、はい、はい、うまくなりたいが、はい、多分私生活に通じますよね。うん、あ、ごめんなさい、もう、あ、はい、スタート。はい、これしばらく置いておけばいいですね。はい、はい、しばらく置いておきます。よし、これ完璧です。完璧。あ、これ火を止めておきます。一度その水を入れただけだ、これは。ただこっからさらに、こっから、はい、そばつゆをこのこれ、もう人弁のオレンジ、どこにでも売ってるやつ。これうまいね。これね、もう最強っす。これ大さじ4いきます。人弁、人弁、人弁。大さじ何杯ですか。4っす、4っす、はい、大さじ4。いやもうお正月にいつも見てるんで、もう。ありがとうございます。ありがとうございます。1、いくぞー。1、2、3、4。いやいいな、生4見れたぞ。生4。じゃあこれ大丈夫ですか。これも2か。キコポラそうだ。あ、これこれさ、すいません、その水、多分耐えてると思うんで、ちょっと入れるんですね。はい、ちょっと、はい、水さしてください。さすがです。こぼれそうになったんで、ね、はい、これ一緒か、2-2だから、はい、うん。これ人弁と、これさ、うん、人弁とこの丸友のコンボやつ。あー、それこのミックスがね、ちょっと池盛り的にはね、もう、はい、もうこれしか勝たんす。はい、昆布はもうやっぱもうこの2つはね、日本人ってすごいですよね。もうこのめっちゃここから旨味成分っていうのをね、うん、見つけて。みりんをね、ちょっと小さじ2なんで、小さじ4だな、今やんな。はい、はい、ちょっとそのみりんのね、この甘みもね、はい、辛い中に。そうそうそう、いやもう大事ですよ、うん、ただ辛いだけじゃダメなんですよ、うん、旨味とか甘みがないと
やっぱ美味しいっていうふうにね思わないと体に良くないですからね。だから食べるっていうじゃね、人間ね、人を良くする、人やね、人が知る、人を良くするために最後に、はい、幸せだし、池森幸せこれ辛いという字に一本足すと幸せになるってね、誰か言ったんだろう ね、記号なんですよ。抜いたら辛い、でも一本差し入れたら幸せ、その一本を探すためにみんなね、いろんなことを乗り越えて頑張ってるってね。深いね、本当に深いですよ。だから人間考えるってことだよね、まずね。そういうことです、考えることです。考えるだね。神様はヒントいっぱい用意してくれてるんだもんね、はい。どんな感じになるんだろうね、楽しみだな。よっしゃ、なんかスッキリの現場にいるような気分加藤浩次の気分加藤浩次食ってましたね、うん、あれ大好きなんですね。そばね、そば打てるんですもんね、はい、びっくりした。中井貴一さんもね、うん、いや、あれもね、ゴルさん、あの、うん、5日ぐらい前に来たオファーなの。中井貴一さんが、そば大好きだからっつって、なんか池森のアレンジレシピでおもてなししてくださいみたいなテーマだったよな、そうね、はい、うん。だってあ、そうだ、それすぐ言ったんですよ、ゴルさんに。だってゴルさん、もしかして中井貴一さんつながってますかっつって、前の日ですよね。軽井沢でゴルフやってたんだだから次の日、うん、あんな朝早く出てるってやっぱすごいっすよ、うん軽井沢でゴルフやってたんですか。ゴルさん、これ一度あの麺をこうガーってくっついてたらいけないんで、麺と麺が、そばがこの配合が多いんで、ああ割とね、そばとそばくっついちゃってきます。つきやすいんですね、うん、あ、大丈夫そうですね、はい、大丈夫そうです。よし、じゃあ最後の盛り付けのネギ。そしてまたね、ネギがね、薬味としたら最高ですよね。これですね、これ、うん、私の実家が深谷市、埼玉の深谷市、深谷ネギ、もちろんこれ深谷ネギですよね。やっぱりそうだよね。普通の長ネギです。美味しい。ネギが美味しい。斜め切りです。斜め切りの。これね。今日はね、この感じでネギを添えます。それで最後に温めますから。締めますか。どうします。そば。ここから大事なんです。でしょ。はい。一番うまいんだから初心者より新者より。わかりました。やります。そりゃそうですよ、ね。それはそうです。今日だってゴルフなんで俺おもてなしだから。でしょ。ゴルゴさんの出る商品を、はい、時間経ちました。さあこれをもう、これをここからもう、おこれ使うんで、これ使うんで、これはまだ使う、はい、そば湯ですね。あ、なるほどね。熱い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 、今俺の方が熱かったほう、手際が大事ですよね、うん。でここからじんぐり締まっていくんで、あ、急にみんなね氷水入れちゃうんですよ。もう絶対ダメ、もうあれ NG、 ダメです。あの、はい、さっきの包丁の話なんですけど、もう急に寒ってのなりすぎちゃう。あ、ゆっくり、そばもそう、そばあ、ゆっくりゆっくりやる。じゃああれだよ、くあの全国の食材を瞬間冷凍でね、世界中にあれただあれはあれでね、あの起こさなきゃいけないから、あ、逆にいいかもしれないですね、はい、一気に。で最後はそしてこっちで冷たい水で、またこのシンクも初めて見ましたけど、これはもうプロ仕様です。プロ仕様、はい、これも温度ここで、もう冷たい水なんですね、はい、浄水の、ちょうどいい、ちょうどいいやつ。これまで冷たすぎると、はい、あのなんていうか、特に乾麺は、はい、ちょっと甘みがこう感じられないんで、はい、締めすぎた、うん、でもちょうどいい、ちょうどいい、二八がすげえ喜んでる状態、うん、喜んでますね、これ最高ですね、これ、うん。まあ、もちろん夏暑くなってきたらちょっと下げ、はい、うん、下げ目の方がいいかもですね。なるほど。そしてこれを、そして水を切って、結構水って結構切って中に詰まってるんで、はい、こうやって斜めにしてあげて、こうすると水ダーッて出てくる。なるほど、全部が網になってるけど斜めにしてあげた方が切れるっていう、はい、これ勉強になる。しっかり、まあ、多いんだ、量が多いんだね、これね、ちゃんとやんないとバーンって出ますからね。よっしゃ、ちょっと回してあげる、ね、これ綺麗にするのも大事ですか、それに常に。じゃあゴルさん、こちらどうぞ、はい、これ皿売ってくださいこの前プレのね、オープンした時もそういう話が出たみたいで、いや、これ絶対欲しいでしょ、うん、作ろうかなっていう、うん、このデザイン、グッドデザイン賞です。反対でした、小田さん。
よし、これこれこの後も食べてもらうんで。あ、全然全然それはいいですよ。そばもあの基本的にそば粉の多いやつはもうほぼカロリーゼロだと思ってるんですよ。はい。いくらでも食えますね、この盛り方も重要でしょ。まあまあまあ、ね、あのやっぱ山のように、ね、山のように、ね、山のようにあった方が、まあ、パスタほどいかなくても刺身の妻と一緒ですから盛り上げて。よし、こうしておきます。はい、斜め切りしたネギ、はい、これをですね、温めるときに、ああ投入するんだ。投入です。それはなぜですか。ちょっとね、このまま入れるとえぐみがあるんで、うんうんうん、なじました方がネギがめっちゃうまいです。はい、すごいな、これ。あー、すげえいい香り。絶対うまいやつだこれ。やばい、うまい、匂いでうまい。ゲンちゃんもわかる。はい、ゲンちゃん、ゲンちゃんわかる。ゲンちゃんの腹見たらもう食いすぎだもんね。うまいを食ってでしょ、ね、普段から食いすぎでも、うん、だってズボン落ちそうじゃん。割れすぎて漏れない。止まってる。しっかりお願いします。よし、よし。うわ、香りがもうすごいですよ。いい香りですよ。よし、これ毎日食べられるやつですね。ここに、え、何ですか。これ糸唐辛子です。さらにこれを、これね、でも全然辛くないんですよ。旨味があります、辛味の。あの激辛の時に糸唐辛子もよく乗ってるんですけど、はい、意外といいつまみなんですよ。そうそうそうなんです。そういったんで、これ映えるんですよ。映える。あ、なるほどね。めっちゃ映えます。うわ、これ最後、やっぱ最後のネギが効いてる感じするな。さあ、うん、ゴルゴさんの商品、激辛サバガンを使って池森が、激辛サバガンつけそば完成。完成。いただきます。いただきます。っていうか、五郎さん、どうぞ。いただきます。お召し上がれ。いやあ、ちょっとそれ取ってやさ、五郎さん、そのサバ缶 すごいですよ、うん、もう盛り付けからもう お皿がもうおしゃれ。ありがとうございます。このね、うん、波打ってるのが帽子のつばみたいだから、こうやってそば帽子作ってほしい。かっこいい。ボルサリーノより売れるんじゃないかな。さすが五郎さん。早速いただきます。早速ごめん、ちょっと撮影でちょっと時間経っちゃったんです。ちょっといただきます、麺だけでまず、はい、うまいです。もう乾麺とは思えない。はい、もう本当に、はい、ツヤツヤです、うん、そしてね、もうね、サバ缶の香りがちゃんと残ってる状態で、うん、はいはい、もうメインはサバ缶なんで、はい、いただきます。これどっぷりつけてください。あ、どっぷりつけて、どっぷり、全部っていうことですか。要は半分とか。いや、もうがっさり、もう、じゃあいっちゃいますよ。いただきます。いってらっしゃい。はい、まーす。はい、やったー。後からピリ辛来る。後からです。後からでしょ。うまい、しゅうちゃん。うまい。やったー。いやいやいや、どれ、これ何このスープ。一見やっぱ辛そうに感じるけど、たっぷりつけても全然大丈夫です。もうネギも、いや、すごいよ。ニラも玉ねぎの甘さと、ね、もう、うん、あ、もう、はい、うまい。うん、売れる、売れる、これ売れる。この作り方、絶対真似してください。おいしい、うん、これ俺がどうしました？カメラになりました。え、マジ？うん、うん、なんだよ、俺がゴルフ場でそば食べないの分かったでしょ？分かりました。自分作ったお前。うまい。これね、本当にちょうどいい、はい、その辛みが後から来る、うんうん、つゆです。めちゃくちゃうまい。あれ、これはそもそも辛いの好きなんですか？はい、いや、そこまで。いや、そこまで。マジっすか。あの激辛は有吉の番組でもあるし、有吉とはもう本当に食えない時から一緒だったりとか、そういうのもあるし、関係性もあるし、有吉の番組を盛り上げたいっていうのもあるし、ビジネスなんです。なるほど。だから根性
ちろんで食べてます。すげえ、みんなこういうの面白いね、裏話ね。だって顔見、食べてる時の顔もうきつそうな顔してるでしょ。あれ本気ですから。でも食っちゃ、食うじゃん全部。はい、いやこれ美味しいな。てかね、今日ね、俺本当にうまくいった、これ。いやこのね、このサバ缶、サバ、激辛サバ味噌缶がさらにまた生きてる。全然それ相当違う、うん、違ったでしょ。違った。だってニンニクもどこもいないでしょ、うん、どこにも、うん、思いません、うん、いないでしょ、うん、でもこの子いるよね。いる。これサバ缶も生きてるし、辛さもちゃんと生きてるし、うん。で、これね、ちょっぴりね、多分ね、カレー粉多分入ってます。カレー粉もともと、多分これがうまいですよ。だからその作り手が多分ちょっとね、カレー粉入ってます。その風味がちょっとやっぱある、うん、あ、そうなのか。ちょっときません？多少なんかちょっとカレーの、うん、風味、鼻から抜けるね、うん、うんうんうん、これまたね、サバがまたさらにうまくなって、うんうん、こういう使い方、やっぱ発想できるってやっぱね、はい、ディーンです。ありがとうございます。ディーンです。ディーンです。ディーンです。もらいました。シューちゃんです、じゃあ、いや、うまい。うわ、やった。こっからは、ほら、恒例のちょっと、まあ、スタッフ陣にもね、うん、ちょっと食べてもらって、さらにみんなどこでも拡散できるように。じゃあまた、ゴルさん、後ほどスタジオ戻ります。よっしゃ。さあ、ゴルさん、はい、最後にはですね、はい、これ池森名物で、どんな俺つけつゆを作っても、はい、そのつけ汁でやっぱりちょっと濃いめ、少しは濃いめなんで、はい、このそば湯の栄養価めっちゃ高いんで、はい、でここに最後にまた熱いついたそば湯を割ります、はい、すると2回目のまたハイマーいきますから、ちょっとやってみてください。いいですか。これまた温度が上がると、あれなんかラーメンみたいなさ、そんなもう一回来るんですよ。もう一回、それ盛りすぎじゃないですか。池森さん盛りすぎじゃないですか話。いやいやいや、ちょっとこれあのまずこっちに飲んでた方がいいんですか。あ、それもいいですよ。最初そば湯、はい、あれの乾麺でこんなそば湯ドロドロ取れるんですよ。こんなん取れちゃうんですよ。すごいね。はい、とろみがありますよね、はい、いただきます。あ、すごいです。あの幸せに出してお願いします。そば湯しっかりうまい、はい、これをこれは濃いめだったら少し入れるとか、はい、ちょっとあの味は調節してください。まず最初に、はいはい、どのぐらいが入れたらちょうどいい味になるか、はあ、まあそのぐらいでまずじゃ、まずこのぐらいです、ね、まあ、はい、混ぜてもらっての、このぐらいですよね。それでその味見してみて、あ、ちょっともうちょっと薄いのがいいなと思って、もうちょっと足してください。すごいですか。うまいですよ。でこれここにですね、これうまいっすよ。最後そば入れました。また幸せの出汁おいでね、ここにこうやって入れます。このままがっつり混ぜて、あはい、うまい。やったイノシバージョン。うまい、うまい。いや、また風味が変わって、いやー、これは2度3度味が変わって美味しいぞ。で温度が上がると、はい、この辛みがね、またね、辛くなるんです。いい意味で。はあ、これちょっとあれだな。だからもっと食えるぞ、ね、でしょ。願いは本当にあのお客さん帰りました、俺ね、つゆ一滴も残らないの目指したいんです。とにかくそばカフェってさ、つゆやべくねっていう。はいはい、さっきよりまた入れたらまた味が変わる、うん、結構入れても全然薄くならないでしょ。後からゆっくり辛みの和みがやってくる、うんうんうん、美味しい。うん、そしてね、ちょっと残しといたね、サバ、サバ、うん、サバ、うん、わあ、うまい。すごいよ、しゅうちゃん。でしょ、これはうまい。はい、天才。天才。もう伊達にそばばっかり食ったわけじゃないでしょ、うん、だってね、ゴルフ場でそば食ってるの見たことないんですよ。はい、わかります。いろんなとこに行ってそばを勉強して食べて、はいはい、で自分でもね、お昼に作って食べてって言ったら、うん、はい、やっぱ池森ブランドっていうか、その池森しゅうちゃんの、うん、そのスタイルがもう出来上がってますから、はい、うん、いや、うまいです。これ蕎麦湯でこういう風に割って、あんまりこういう食べ方もそもそもないでしょ。ないです、はい、この味を
この蕎麦湯で割るって、うんうんうん、今までないの、うんうん、だから俺いろんなの洋物のこうやってついつくんですけど、はい、結局これもあのアリオールでベースなのに全然なんかジャパンでしょ、うん、ジャパン普通にめんつゆ入るだけで、うんうんあれオリーブオイルとかニンニクとか鷹の爪とかどういったみたいな感じなんですかいや本当にこれ何にでも使えるよ、うんうん、パエリア作れるんじゃないパエリアパエリアああこの味でご飯なんかまさにまさにそれでもう、ね、あの米からやった、はい、なんか魚介のスープが、うん、もうの味のような感じもするし、うんうん、めっちゃくちゃうまいこれあれですよ私別に持った話じゃないですよ、うん、本当に言ってます、うん、うまいです、うん、これはうまいこれ普通にあの真似て出したら大ヒットしますよどんどんあのうちは、うん、あのいやここから極秘とか一切やらないんで、はいねはい、もうオープンダルビッシュと一緒ですよね全部出しちゃって皆さん共有しましょ う、 そ う、 もうフォークもスライドも全部教えちゃいます、はいはい、すっごいですよこれ、うん、相当すごいゴルゴさんもいつも惜しみなく教えてくれるから相当すごいアプローチ試しにフェイスカバーしてみたいなお引っかかんないそうなんですよもうね自分だけで囲っちゃダメなんですよね。もう全部に共有する時代ですよ、うんうんうん、この地球は、うん、だからこれからもね、うん、しゅうちゃんとは ね、はい、ねやっぱ週3ぐらいでゴルフやりたいですねあ、まあ週1だから週1回ぐらいだよね先輩お願いします早く僕も79にいやもうお互い上手くなりましょう79に、はい、いやいやゴルフさんね本当にうまいからマジでいやいやあのゾーンに入るのゾーンにマジでアスリートですよねもうそうだよ、はいうんうん、もうみんな野球盤でね年末トンネルのタワさんとやってるゴルゴさんの姿とはまた全然違うからねゴルフやってる時はいや、ねうん、いろんな姿がありますよ、はい、自分の中には、はあ、あれも俺これも俺っていうねなるほどそういうことですよねだからこの漢字のインド地の授業が余計に刺さるんですよゴルゴさんの普段のなんかゴルフ知ってるとねギャップってやつですよね、はい、ギャップですね、うん、よく言われます、うん、テレビよりかっこいいってお前んちのテレビはなんブランカンカマだなるほど、うん、で大体ほらなんとどこ行っても結局バレるわけよ、はい、要するにだってテレビの人だからさでもねすげえ神対応だよ本当にいやそんなことないですよ、うん、あそうだこれ本も出てますよねこの犬あ出ました出てます、はい、本のあの URL も、はい、ゲンさんその本の話なんだけど今のね漢字の話もそうだけど一回どっか地方行った時に一人の男性が歩み寄ってきて僕はゴルゴさんの本で救われましたっつってあれちょっと感動しましたマジでやばい一瞬の出来事だったんだけどなんかいいよ写真じゃなくて本当にちょっと真面目な顔してねゴルさん僕はゴルゴさんのさっきのねああいう話じゃないけどあれ救われましたっつってあそうかっつってのサインしてるいやもうそれはねみんなそれぞれありますからしんちゃんの歌で救われてるうちの神さんみたいにね昔からファンの方もいらっしゃるじゃないですか、うん、しんちゃんの B の曲で、うん、青春時代からね、うんはい、その結婚して、うんうんうん、お母さんになったりお父さんになったり人たちいて、うんはい、で黒の中でまたしんちゃんの歌を聴いて、うん、また頑張れる、うんうん、だってライブ行った時やっぱノリが違いますもんあれすごかったでしょやっぱすごかったですよだからそういう人たちもいるし、うんうんしゅうちゃんのそばを作る、はい、その純粋な、うん姿でよしって思ってる人もいるし、うん、ぜひねしゅうちゃんの、ね、ゴルフシーンをね、うん、出してほしいなゴルフシーンねゴルゴさんのチャンネルにまあまあ出てからちょこちょこ出ていただいて、はい、ゴルフさんのチャンネルにもね皆さん行ってください、はい、いやゴルフさん本当に今日は、はい、ありがとうございましたありがとうございましたごちそうさまでしたこれ皆さんよろしくお願いしますおいしいです、はい信州東吉池森そば赤坂店また次回皆さんよろしくお願いします閉店このまま君だけ神さんだけ気持ち悪い